3月29日23時10分頃、新型コロナウイルスの感染が判明し、闘病していたタレントの志村けんさんが肺炎のため死亡しました。イギリスの重症患者によると、発熱と倦怠感と呼吸困難に侵され、呼吸するために肺にガラスが突き刺さるように感じると話しており、コロナウイルスによる猛威の異常さと恐怖と残酷さをただ思い知らされるばかりなのでした。今回名式をご覧いただく方は、新型コロナウイルスの感染が判明し、重度の肺炎のため死亡したこの方です。それでは志村康則さんの数理を見ていきましょう。最初に天格についてですが、天格とは祖先より伝承される一族の宿命を表す部位であり、十四格の場合不入運とされ、資産家や商売人として成功する家系といえます。逆境に強く、目立たないことに奉仕する義侠心の精神と偏境的思考の二つの前期が潜在する血筋といえます。続いて人格についてですが、人格とは人生の中心となる壮年期の運命を表す部位であり、18格の場合合気運とされ、鉄のごとき自我を押し通し信頼と尊敬を集める存在ですが、そこに協調性はなく、人間的に器の小さい人といった印象を与えます。権威的で強情、自己主張が激しく非常に頑固なため、対立や非難を招く危険があるでしょう。また頭の回転が速く利己主義なのも特徴です。続いて知覚についてですが、知覚とは幼少期から青年期までの運命に強い影響を及ぼす部位であり、26角の場合波乱運とされ、義侠心があり周りの風まで背負い込む性格といえます。元来複雑数奇な英雄運とされ、短命に陥る代表数なんです。別名淫乱者の層とも呼ばれており、男女ともに惚れっぽさが災いし、式壇を招き婚姻を貪る暗示があるのです。続いて外角についてですが、外角とは周囲の環境に対して強く作用する部位であり、22角の場合白弱運とされ、霊感やひらめきといった第六感が鋭く、美的感覚に優れ、遊びや趣味の世界でも素人離れした一流のセンスがあるため、人と違ったおしゃれを好む傾向にあるでしょう。一方で外見の華やかさとは裏腹に、本質は何をしてもうまくいきません。別名挫折運とも呼ばれているので、目標があっても逆境に泣き挫折を繰り返すのです。理想と現実が一致せず、不平不満に陥りやすい暗示があるのです。続いて双角についてですが、双角とは壮年期から晩年に向かって強く影響する部位であり、40角の場合波乱運とされ、自社ともに厳しさを求め正義感の強い人です。真面目で他人を優先して物事を考えて行動するでしょう。それでいて無口でおとなしい雰囲気を持っています。志望気楽の才があり、芸能芸術の世界において直感力を働かせ、思い切った決断を発揮します。資料を深めながら言動に注意して進むことができれば、災い転じて福となす数理とも言えます。しかしゼロ系は不沈変動を繰り返す強数ですので、双角晩年運に差し掛かる一つの節目を迎えた時、健康運の悪さが際立つでしょう。病弱短命、非業の災禍に見舞われる暗示があるのです。最後に福運についてですが、福運とは発展成長運を促す部位であり、44角の場合非業運とされ、几帳面で努力家、温和で心優しく真面目な人柄です。目標へ向かって一歩一歩前進し、目先にとらわれない一貫性がやがては人望を集め、幸福へと結びつきます。しかし 4K 最大の赤文字ですので、強作用に見舞われやすく、非業の連続で超人的な努力をし、ありとあらゆる不運を乗り越えて、ようやく世の中に大きな功績を残すことができるのです。その確率は数億人分の一人と言えます。歴史に名を残すほどの強烈な運命に翻弄されながら、努力を惜しまず感謝の意を忘れない類まれなる人物でなければ、急変奈落に陥る恐るべき数理と言えます。ご覧の通り、ご自身の年齢が70歳ということもありますので、壮年期を司る双角の運命に強く影響されます。したがって自社ともに厳しさを求め、正義感が強く、他
他人を優先して物事を考えて行動する人物であることがわかります。それでは数理に隠された名式をご覧いただきましょう。赤文字に変換された部位は死を招く鬼門です。三歳配列は吉凶混合、そして意味文字に徳を持っておりますので、まず最初に三歳配列の吉凶混合について見ていきましょう。三歳配列とは五行説をもとに、人は天と地の恵みの間に生かされているという思想です。五行を読み解くと、神経が細かく敏感で疑い深く、特に内面が悪く、自分のわがままを棚に上げて他人の行動には口うるさくなり、神経質で性格的に変わった人が多いのも特徴です。健康面では呼吸系疾患や特に頭に関する病気、精神や神経系統の病気、運不運の波が激しく気の休まる暇がありません。刑罰や病難による生死別、非業の死を連想させる出来事に数多く直面する配列と言えます。最後に意味文字の徳についても触れておきましょう。徳という文字は人徳者などの意味がありますが、働き盛りの時に思いもよらぬ挫折によって人生が転落してしまう暗示があります。特に女性問題でトラブルを招きやすい競争文字です。志村康則、鑑定の結果三歳配列が吉凶混合で、数理に波乱の種を宿す赤文字があり、強烈な運気に支配されながらもその姿は国民的スターにして生粋のコメディアンでした。コロナウイルスで亡くなるということは、遺族は顔を見ることも面会することもできず、死の淵をさまよっている時もただそばにいて見取ってあげることもできないまま別れなくてはならないということです。名は太陽を表すということわざがあるように、悪いのはすべて名前です。名前で人は不幸にも幸せにもなれるのです。